ペインを一周するグランツール、ラ・ブエルタ。スペイン・バスク地方を走る第5ステージのハイライトをお届けします。前日に行われた第4ステージでは、上り勾配フィニッシュでユンボ・ビスマのプリモ・ショログリッチがステージ優勝。早くもマイオル4を獲得しています。ここまで大会3連覇中の本命、このまま最後まで守り抜いてしまうのでしょうか。第5ステージも引き続きバスク地方を走ります。スペインに来てからは太陽の光も温かみを増しました。少し暑いくらいの気候の中、各選手たちがスタートラインへと急ぎます。補給食にもバスク国旗があしらわれる工夫ぶり。マイオロフを切るログリッチはアイスベストを着用しています。第5ステージはイルンからビルバオまでの 187.2km、 3級三角が3つ、そして周回コースで同じ2級三角を2回走ります。総合系の選手が互いに見合う中、逃げ切りを狙う選手たちにとっては見逃せないステージとなりそうです。逃げに向いたステージということもあり、序盤からアタック合戦の高速展開でした。レース前半をたっぷり使って18名の選手が先頭集団を形成。コロナ禍で最も総合成績がいいのがゼッケン74番、グルパメフレジのルディ・モラール、58秒遅れの総合20位につけています。ユンボ・ビスマがコントロールする集団は残り67キロで4分差。どうやら今日ログリッチはマイオロフを手放す構え。ステージ優勝が見えてきた先頭集団からは山岳ポイントを集めに、ブルゴス BH のビクトル・ランゲロッティが飛び出しました。この日9ポイントを稼ぎ出し、山岳賞リーダーに躍り出ています。メイン集団ではボーラ・ハンス・グロイも上がってきましたが、エースを守るための動き。この日2度登る2級山岳、先頭集団からはバイクエクスチェンジのローソン・クラドックがアタック。このクラドックが2級山岳を先頭通過、そしてランゲロッティが2位通過でさらなる山岳ポイントの加算に成功しています。この飛び出しは一度他の選手たちに吸収され、10名ほどの先頭グループが残り1周回ビルバーのフィニッシュラインを通過しました。残り29キロ、最後の2級山岳手前でグルパメフレジのジェイク・スチュワートがアタック。ステージ優勝を狙うとともに、総合リーダージャージ獲得のかかるモラールのアシストも兼ねた動きです。2級山岳が始まるとバーレーンのフレッド・ライトがペースアップ。この動きに UAE のマルク・ソレルが後方で苦しみます。先頭は依然としてスチュワート。その後ろでは上り口で苦しんでいたソレルが復活して逆にアタックで飛び出し、プロトン屈指のクライマーでもあるソレルが調子を取り戻すと、先頭のスチュワートにたちまち追いついて単独先頭へ。この2級山岳を先頭通過、残すはフィニッシュまでの14キロです。ランゲロッティはこの2度目の2級山岳も3位通過。晴れてこの日を終えての山岳賞ジャージ獲得を決めています。追走グループに追い抜かれたスチュワートの足はどうやら限界。あとはマイオロホ獲得をモラール自身の走りに託します。モラールは総合で4秒しか離れていないフレッドライトをチェック。フィニッシュにかけてボーナスタイムもあるため、まだマイオロホの行方はオープンです。前を行くソレルを追いかけて追走グループからはアタックがかかりますが、決定打にかけます。先頭を単独で走るソレルがフラムルージュ、残り1キロ、そのすぐ後ろには追走グループの姿があります。ところがここから追走グループはお互いに牽制、ソレルとの差が再び広がります。ここでソレルが勝利を確信。このハードな逃げ屋向けのステージでヒルクライマーのソレルが展開を味方につけ、ステージ優勝です。追走グループは2位争いのスプリント、これを制したのはイスラエルのインピー、そしてマイオロホ獲得を狙ったライトは3位でした。総合での逆転はなりませんでした。ソレルにとってもスペインにとっても嬉しい優勝です。それというのも、スペイン人選手のグランツールステージ優勝は実に2020年のブエルタ第6ステージ以来、グランツールでは121ステージぶりのスペイン人勝利となりました。ステージ結果です。ソレル、インピー、ライトに続いてモラールがステージ4位に入りました。クラドック、アルント、ランゲロッティ、プロンスキー、ミュルベルガー、アドリアと全てこの日の逃げ集団に入った選手がトップ10を占めています。マイオロフを蹴るログリッチ擁するメイン集団は5分9秒遅れ。この結果、ステージ4位のモラールがマイオロフを獲得です。モラールがブエルタでマイオロフを蹴るのは2018年に続くキャリア2回目。大怪我からの復帰シーズンですが、トップレベルへ戻ってきたことを証明しています。総合成績です。ボーナスタイムを獲得したライトが2秒差の総合2位、アルンとクラドックが続きます。ログリッチは総合5位に後退。しかしこれはユンボビスマとしては予定通り、負担の増えるリーダージャージを手放してチームは落ち着いてレースを続けることができます。狙い通りに山岳賞ジャージを手に入れたランゲロッティ、
栄誉ある表彰台、そしてマイオロホには届かなかったもののライトがヘイターの着ていたマイオブランを獲得しています。第6ステージは厳しい山岳ステージとなります。ビルバオをスタートして最後は一級山岳アルピコヤノの上りフィニッシュ、途中に2級と1級を登るタフなステージです。総合成績が大いに変動することが予想されます。第3のグランツールラ・ブエルタを GCN では毎日日本語でハイライトをお届けしています。またサブスクサービス GCN プラスでは世界各地で行われている男女トップレベルのロードレースをライブで配信中。ブエルタのハイライトとともにお楽しみください。